こんにちは、スクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは1758です。現在のストーリーは、幼馴染のロビーっていう人が今遊びに来てて、木工フェスティバルっていうのに出展しようとしてたボートが嵐でぶっ壊れちゃったんで、みんなで手作業して、まあ、ボートらしき何か新しいものを作ろうとしてます。このキャサリンもね、手伝ってくれてます。お、オースティンが来たな。なんだ、お前は何もしてないのか。見るだけか。お前もなんか手伝えよな。なんだ、電話？もしもし、オースティンです。お元気ですか？そんな、それはすごい。彼女は？ああ、なんだか羨ましくなってきた。ええ、じゃあそのうち遊びに来てくださいね。中身のない電話だな。よし、じゃあそんな感じで続き見ていきます。気球を作る、シャーシを取り付ける、火事を設置する。どれにする？まあ、キャサリンがめっちゃ頑張ってくれてるから、気球を作るからやっちゃおっか。これ多分キャサリンの仕事だからね。まあいつまでもずっとあんな隅っこで働かせとくのもかわいそうなんで、先にキャサリンからやっちゃおう。もう完成したんか。早っ。二人ともできたわよ。縫い目を全部強化して超頑丈にしておいたわ。そう、どうもありがとう。キャサリン、君がいなかったらどうなっていたことか。ロビーと私は他のことをいくつか終わらせるから、その後で気球に空気を入れよう。気球なんて素晴らしいアイディアね。ボートじゃないのね。変わってるわね。行かれてるわね。どうやってそんなに早く作れたの？学校で一度海賊ごっこをやってどうのこうの。光のスピードでボートを修理してどうのこうの。前にボート作って壊したことがあるってこと？で、修理しなくちゃいけなかったから修理した経験があるんだよってことかな。よし、じゃあ続き。シャーシを取り付ける、舵を設置する。シャーシから行こう。シャーシってタイヤだね。もういよいよボートじゃないなこれ。なんだこれ。いいハンドルだ。ありがとう、セニョール・ラウル。今夜何人かの人を招待してハンバーガーでもてなすんだ。あなたも来てくれたらありがたい。あ、そうだ、勝手にこのロビーが今夜パーティー開くって言い出したんだよね。それか、ハンバーガーパーティーなんだ。いいね。俺も食べたい。ロビーのスペシャルバーガーは一口食べれば生涯記憶に残る味。あ、そうなんだ。ありがとうアミーゴ、必ず行くぞ。出来たてのバーガーといい仲間にはラウルは決してノーと言わないんだ。幸運を祈るアミーゴ。ハンバーガーみんな好きなんだな。オースティン、子供の頃ジュニア熱気球愛好家クラブで気球を作った時のことを覚えているか？作ったんかい。すげえな。バーナーの温度が高すぎて君がもう少しで飛び去りそうになった時のこと。近くに木があってカゴが引っかかってよかったよ。あぶね、もう少しで空飛んじゃうじゃん。そうだ、あの木がなかったら多分今も空を漂ってるぞ。危な、雲になってたかもしれない。笑い事じゃねえけどな。二人とも気をつけて。そういうことが本当に起こったらどうするの。本当だよな。キャサリン、心配いらないよ。気球を飛ばすつもりはないんだ。膨らませてボートの上に浮かべるだけだよ。本当かな。誰かがいたずらで本当になんか浮くやつ入れちゃうんじゃないの、ヘリウムだかなんだか。人が乗って浮かぶかどうか試してみないか。あの時はかなり興奮したな。怖かったけどもう一回挑戦したい。ほら、言い出した。いい考えじゃないと思うよ。君をオズの国に運んでいくようなことはもうしたくないんだ。キャサリンがどっか行っちゃう。キャサリンどこ行くんだ。よし、続き。火事を設置する、気球を膨らませる。膨らませるのは後にしようか。先に火事を設置してみよう。ああ、そうか、部屋にやるんだね。そうだね、もうボートにはハンドルついてたわ。いらなくね。これいらなくね。ロビー船長、ご指示をお願いします。南西に進路を取れ。一等航海士、サンゴ礁は後方だ。母校と友と歓迎パーティーが待ってるぞ。はあ、全員甲板へ。あいあい船長。ああ、海賊ごっこ的なノリかな。砲を上げろ、フルスピードで前進。でも船長、砲がありません。ないんかい。そう、部屋だしね。よし、もう会話は終わりかな。キャサリン、ここで何してんだ。あ、くつろいでんのか。まあそうだね、ここ将来キャサリンの部屋になるからね。
あのロビーが緑色だからさ、部屋を緑色にしたんだけど、意図せずキャサリンも緑色だったから、まあ、ロビーが去った後ここはキャサリンのものだよね。よし、じゃあそんな感じで続き見ていこうか。よし、じゃあ次は気球を膨らませる、やってこう。おおお、準備ができました。もうスイッチを入れてもどの子の。おーおーおお、本当に浮かない？しばらく後。あ、浮かなかった、よかった。今日はいい仕事をしたな。芸術作品はフェスティバルに向けて完成目前だ。いくつかちょっとしたことが残っているが、明日には終わらせられる。お祝いする価値があるぞ、オースティン。お前の友達に感謝したいんだ。すごく助けてくれた。彼らを招待してくれるか？ハンバーガーを作るから。ほう、君のハンバーガーいいね、すごく美味しいんだ。すぐにみんなに電話してバーガーパーティーに招待するよ。オリビア・マム、見習いシェフが話す許可を求めています。キッチンを使わせてくれませんか？準備はできてるわよ、ダーリン。コンロもフライパンもあなたの命令を待ってるわ。完璧です。ロビーはバーガーの準備に取り掛かって、私はパーティーのために部屋を飾りましょう。装飾がなかったら単なる食事でパーティーじゃありませんから。そうかな、そういうもんかな。オースティン、装飾を手伝いましょうか。どうのこうの。もちろん、多いほど楽しいよ。君には物をもっと美しくする才能があるからね、みたいな。まんざらでもなさそうだな。手紙がガサガサうるさい、なんだ。気球の所有者様、気球に乗って北極点に遠征するたびにあなたを招待します。やめてくれ。気球を提供いただければ知識と経験をお分けします。冒険家ボアクリルス。自分で気球用意しろよ。あとこれ芸術作品らしいから実用的じゃないよ、この気球。こんなんで北極目指そうとすんなよ。よし、じゃあ続き見ていこう。バーガーを作る、部屋を装飾する。先に装飾しないとまずいでしょ。あ、いいね。割とシンプルな飾り付けだね。もっとド派手な、なんか誕生日パーティーみたいにするのかと思ってた。オースティン、ロビーのバーガーはあなたがそんなに言うほど美味しいの？どこで料理法を習ったのかしら？ああ、それは面白い話なんだ。若い頃、彼は食堂でアルバイトをしていたんだ。そして彼のおばあちゃんのレシピを使ってバーガーを作ったんだ。それは町一番のバーガーになった。国の半分の人がその食堂にやってきたんだ。へえ。夏が終わってバイトも終わり、ロビーは残るようにせがまれたんだ。でも彼はバイトを辞めて大工になったんだ。彼の木工細工はバーガーと同じぐらいにいい品質なんだよ。なんて素晴らしい話なの。そうかな。そんなに素晴らしいか。やっとロビーに会えて本当に嬉しいわ。その伝説のバーガーが食べれるから。彼の部屋の装飾を済ませましょう。お腹が空いたわ。彼にもっと早く会いたかったわ。バーガーを早く食べたかったもの。ああ、バーガー、バーガー。彼はあなたの親友で、バーガーが得意なのね。もう彼はバーガーね。バーガーロビーね。一緒に忍者ごっこやお城作りをしていて、バーガーが美味しかったよ。終わり？もうバーガーの印象しかなくなってきちゃったよ、俺の中で。よし、続き。あ、装飾続き。おー、いいじゃん、いいじゃん。キャサリン、この装飾で十分だと思うかい？ベッドのそばに旗を吊るして、テレビの上に花輪をかけてもいいかもしれないよね。その必要はないと思うわ。ロビーのパーティーにはそんなにたくさんの装飾は必要ないの。だってバーガーだもの。彼自身がメインの装飾なんだから、バーガーさえ、美味しいバーガーさえ私に作ってくれればそれで十分よ。ロビー自身がメインの装飾ってどういうこと？あれを気球の隣に掲げたいのかい？彼はクールで才能があって、オースティン、あなたって人を笑わせるのが得意ね。何でもいいのよ、そんなことは。バーガーさえ作ってくれれば。そうだね、彼はバーガーだったね。よし、じゃあ続き。お、いよいよバーガーを作るぜ、バーガーロビー。お、焼いてる、肉焼いてる、皿でか。めっちゃでか。うわ、すげえ、こんなに作ったの。料理しているのはオリビアだと思っていたが客だった。素晴らしい匂いがするぞ。
切手のコレクションを整理したかったんだが集中で銀今やらなくてもいいんですよ、ウィリアム。オリビア、今やっていることを終わらせてパーティーに参加しませんか？にゃんどんぐりはまだ呼んでなかったけどな。まあお前も来い。お前もおいで、どんぐり。お前にはフィッシュバーガーを作ってやるよ。いいね。シュ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 。おー、いいね。すげえ。俺も食べたい。パーティーを始める時間だ、オースティン。みんなに話してくれたか？バーガーをたくさん作ったぞ。心配ないよ。友達全員に電話したから、誰か忘れてる人がいてもバーガーの匂いにつられてくるはずだよ。楽観主義すぎる、それは。君のバーガーの匂いは素晴らしいね。あ、もう本当バーガー、バーガー。執事のマナーを持ち合わせていなかったらもうとっくに食べてるよ。そんなに？前に料理した時はお前はパーティーの前にも食べてたな。それは完全に真実というわけじゃないんだ。美味しいかどうか確かめたかっただけだよ。なるほど、味見と言いたいんだね。でも本当だったじゃないか。みんなが来た時にはお前は両手にバーガーを持っていたんだぞ。なるほど少しは我慢できる大人になったってことだな、オースティン。よし、続き。バーガーパーティーを始める。おお、始めようぜ。バーガーパーティーいいね。俺もね、なんかマクドナルドでね、なんか普通のハンバーガーとかがめっちゃ安い時、100円とかの時にね、友達と買いまくってね、腹いっぱい食ったわ。そんな思い出があります。ご来場の皆さん、お会いできて嬉しいです。どうぞお入りください。皆さんのためにたくさんバーガーを作りました。急に賑やか。ラオおじいちゃんが遅い。若者よ、会えて嬉しいぞい。お前さんが剣道着を気に入ってくれると嬉しいんじゃ。何か必要なものがあればいつでも店に来るんじゃぞ。初対面ですが、あなたのことはいろいろ聞いています。私は記者のエレンです。この町の訪問者についてのコラムのためにあなたにインタビューしたいんです。ベリッシモ、素晴らしいバーガーですね。レシピを教えていただけませんか？バーガーについての別の番組を始めようと思ってるんです。そしてそのレシピを丸パクリして私の料理だと言い張ります。親切な言葉をありがとう。ここには一人の友人に会いに来たのに、たくさんの新しい友達ができました。バーガーを堪能してください。たっぷりありますよ。お、すげえ、いっぱいいる人が。母さん、ミセスブルームもここに。分かってるわ、ハニー。約束は忘れてないわよ。彼女には食べ物を楽しんでもらうの。食べればいつも機嫌が良くなるのよ。その後で私が彼女に話すわ。そう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 、その木工フェスティバルね。今さっき作ってたボートっぽい気球っぽいやつ、あれを出展するフェスティバルに、みんなでっていうか、キャサリンを誘いたいんだよね。だけど当日家の用事があって無理っていう話だから、そのキャサリンママの方からその日は行っておいでってこう許してほしいんだよね。何話す？オースティン、お前にはいい友達がたくさんいるんだな。そうなんだ、ロビー。そして彼らは君の友達でもあるんだ。君がバーガーを作る限りね。こんなに大勢だとしていたらもっとバーガーを作ったのに。もうないわ、バーガーが。もう一個もない。あ、お会いできてすごく嬉しいです。そうか。よし。じゃあ、今回はここら辺にしとこうかな。すげえ、全員集合したぜ。はーん、これ、ラオジさんとブルームさん何話してんだろう。お、楽しそう。なんか楽しそう。なんだかよくわかんないけど。よし、じゃあそんな感じで。次回はなんだ？ミセスブルームと話す。そうだ、説得するんだった。というわけで次回はキャサリンの説得に回ろうと思います。そんな感じで次回に続く。それじゃまたね、バイバイ。